今日は三つ編みをしました。もうほどきました。もうね、汗がやばくて、汗だくすぎてもうほどいちゃったんですけど、今日はほら三つ編みをしたっていう名残はここにあります。ありがとう、ありがとうございます。こんばんは。お見送りする、お見送りするしてないよ。名前呼んだよ、私呼びましたよ。ふくちゃんお疲れ、ありがとう。ひなさんコスモス、ありがとう。しんいちさんお疲れ。 NT さん、広瀬こいちさん、コスモス、やすさん、ハト、こかじやさんお疲れ。ゆうたくんお断りです。北斗のたかさんお疲れ、ありがとう。ふくちゃん、こうもり、じんだいさんお疲れ、こうさんお疲れ、じんだいさんありがとう、スタンプありがとう。トールさんお疲れ、ふくちゃん、コスモス、ねずありがとう、コナンさんハート、スケモンさんバラ、さとこさん花束、ひろっちさんねず、トニーさんお疲れ、ひゆたくんレインボースター、しゅんぼうさん、しんいちさん、こうじさん、こうさん、ちんさん、ひろし BKK さん、コスモスありがとう、ぼやきーさんお疲れ、ゆすりざるさんハート、こうさんお断りです。大吉さん、こちらこそありがとうございました。ポンさん、アイスありがとう。ウヤキーさんお疲れ、カメさんお疲れ、ボタケさん、ヒーローさん、ハート、モリモリさん、ガトーショコラさん、コスモス、麦田ピポさん、ハートありがとう。 Z さんお疲れ、愛してるありがとう。中田さん、ネズ、ヒーローさん、ペンライト、よしよしよしよさん、としさん、ラブレター、わうわうさんお疲れ、ロスゴルペアドレスさん、ペンライト、しんちゃんさん、コスモス、もちはださん、ハート、しゅんさんお疲れ、 BD マンさん、レインボースターありがとう、ブルーウィングさん、ペンライト、しんいちさん、お断りです、ダーソクさん、コスモス、まこばやさん、コスモス、ソラスーカさん、コウモリ、ヒロさん、ネズありがとう、エジリンかわいいありがとう、ダソクさん、コスモスありがとう、ヘイジフジオさんお疲れ、応援さん、ネズありがとう、ロスゴルペアドレスさん、ペンライト、よしよしよしおさん、レインボースター、マコバヤさんお疲れ、イックンお疲れ、トッツァンハート、シュンさん、コスモス、アルテミスさん、ペンライト、シンイチさん、コウモリ、レフトさんハートありがとう、トッツァンハートありがとう、アルテミスさん、ペンライト、コウさん、アゲ、センパチさん、コスモス、ウォンバットさん、ハット、ノブさん、レインボースター、アルテミスさん、ペンライト、カロフさん、コスモス、サノッチさん、コスモスありがとう、ジンライさん、アルテミスさん、ペンライト、カズノリさん、ハット、テキサスのロンスターさん、バラありがとう、ジェイタン、こちらこそありがとう、かわいいもありがとう、響さん、コスモス、神代さん、ネズ、土の子さんお疲れありがとう、ゼータレインボースターもありがとう、よしよしよしよさん、ラブレター、やすおくん、コスモス、ヤマさんお疲れ、ふみやきさん、回復薬ありがとう、まるまるさん、コウモリ、スカイホエールさん、コウさん、ハート、ミキヤくん、プルンさん、コスモス、ゼータアイス、シーチさん、メロンのあそこさん、キムさんありがとう、マチャルさんお断りです、ショーショーさん、ペンライトありがとう、北海道エリアさん、コスモス、ヤスオくん、レインボースター、カズノシンさん、愛してるありがとう、クロさん、ダルマとハート、スカイホエールさん、コスモス、ドクタケさん、バラ、クロさん、キムさん、ハートありがとう、フジポン、レインボースターありがとう、トシヤさん、バラ、カロフさん、ダルマ、ハルさん、ラブレター、レネさん、ハート、ヒーちゃん推し、ペンライトありがとう、ガバイットさん、ハート、真空拳さん、ダルマとコスモスありがとう、タカシンさん、コスモスありがとう、よしよしよしよさん、花束、ケイさんお断りです、カズノシンさん、サトコさん、マモルさん、ハート、さゆっちさん、あげ、かずのしんさん、いっくん、レインボースター、ブルームーンさん、お疲れありがとうございます、やまけんさん、コスモス、りゅうやさん、ハートありがとうございます、
ありがとう。下手スーツにネクタイさん、レインボースターありがとう。お疲れ様でした。ありがとう、来てくれてありがとうございました。本当にもう昨日今日と2日連続3公演だったんですけど、もうなんかあっという間に終わって、今一人ぼっちって感じです。佐藤健さん、ありがとう、ありがとうございます。ヒレとロースどちらにした？あとね、ヒレとんかつ。今日はそう、お昼ご飯とんかつをね差し入れていただいて、あの提供でいただいたんですけど、ヒレかロースで選べたんですよ。でスタッフさんにどっちがいいと思いますかって聞いたら、ナースの先生がヒレの方がタンパク質が多いよって、ヘルシーだよって言われてヒレにしました。ヒレ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 。カズヤさんお疲れ、よしよしよしよさんハート、ケイさんありがとう、スタンプありがとうございます、ありがとう。新一さん、コスモス、ジャーパングさん、アイス、ありがとう。カエデさん、こちらこそありがとう。ミキヤくん、ハートありがとう。カエデさん、コスモス、ありがとう。お見送り気づいてくれてありがとう。お見送り会って言ってんのかわいい。いいえ、こちらこそありがとう。通り過ぎてもちゃんと見ててくれたから、ありがとうございます。また会おうな、また会おうね。でも今日めっちゃ食べた、今配信始まる前にラーメン食べてきた、ソトローとラーメン食べに行ってきたから、今日はマジでヘルシーとかじゃない。まず岡山、昨日岡山で公演あったから岡山泊まって、朝おにぎり食べました。おにぎりとヨーグルト食べて、で着いてまずとんかつ食べたんですね。とんかつ食べて、でカルツォーネ、カルツォーネのダブルチーズってやつを食べて、もうカロリーの味がしました。カルツォーネの後はエッグタルトも食べました、差し入れてもらった。でエッグタルトの後に夜のお弁当も食べて、で夜公演終わってからラーメン行ったから、マジでもう今日はヘルシーとかじゃない。本当にもうカロリー、カロリー生活、カロリー生活ですよ今日は。浜松の IH さん、お疲れありがとう。よしよしよしよさん、コスモスありがとう。そうでも昨日マイカフルでやってるし、今日も2公演やってるし、リハもやってるって思ったら、私ね食べてもなんか最近減るんですね。減ってくんよ、だから大丈夫だと思います。グー、大丈夫そう。まもるさん、ハートありがとう。次福フェスまでステージのお仕事とか撮影のお仕事とかないから、福フェスと個人ファンクラブのイベントまでにむくみ取れれば全然もう今日は何食べても OK、 イエー、 OK だよーって感じです。そう、カルツォーネの差し入れをキングレコードさんからいただいて、なんかねベーコン、なんかダブルチーズってやつがあったよ。ベーコン、ダブルチーズ、あとアンチョビみたいなあって、でもう一個ダブルテフみたいな書いてあったの、カタカナのテフみたいな。でメンバーとそこちゃんとかリコちゃんとかと、テフってなんだろうって言って、テフなんだろうって言ったら、考えてたんですけど、ダブルチーズがかける2入ってるよって、ダブルかける2って書いてあるのを、字が解読できなすぎて、テフって書いてる、テフってなんだろう、でも真剣に考えてて、公演前にかける2でした。全然テフとか書いてなかった、もう本当に考えてたの、え、テフっていう味があるんかな、しかもダブルだって、みたいな。全然違った。
おにちゃん、レインボースター、かずきさん、コスモス、ゼータン、あげ、ありがとう。サッタン、お断りです。ありがとう。えーちゃん、レインボースター、ありがとう。ありがとうございます。スタメンさん、コスモス、ユーザーネームさん、かわいい、ありがとう。えーちゃん、コスモス、ありがとう。ユーザーネームさん、ハートもありがとう。はっちゃん、アルテミスさん、ハート、ありがとう。コスモスもありがとう。そう、かける2がカタカナテフに見えた。違いました。本当に髪短くなったなって今日思ったの。三つ編みしてもらって、あとね、あのね、みんなに話したいことあって、今日は開演時間がさ、いつもより遅かったんですね。で、終わってから片付けとかもう先にいろいろしてて、会場とかでバッグ荷物こうまとめたりとかしてて、よしメール送るぞと思ったらあと15分しかなくてえ、もう10時になるじゃん、やばいって言って、慌てて送ったら、なんかすごいそっけないメールになっちゃってさ。お知らせ事は事前に、公演が始まる前に今日この発表があるっていうのは分かってたから、そう、クリスマスコンサートと2期生の5周年と忘年会っていうイベントが3つ発表されたんですね今日。だからそのお知らせは絶対公演後するぞって思って事前に下書きに入れてたから、そう助かったけど、やばいもう10時だわってなって汗汗しました。アニバルさん、ハート、えーちゃん、ハート、忘れっぽいもっちさん、かわいい、ありがとう。田舎のおじさん、ハート、ありがとう、ありがとうございます。高反発さん、コスモス、フレーベさん、かわいい、ありがとう。めっちゃきのこさん、かわいい、ありがとう。花だれ久しぶりに見たら思い出して泣きそうになりました。なんか感想もポストしてくれてましたよね。ありがとう、来てくれて。そうだよね、私もね、いまだにね、僕はこの海を眺めてるの2番のさ、こう歩いて歌いながら歩くとこさ、いつもあやぱんとすれ違ってたところさ、あやぱんじゃないから新鮮にびっくりする。毎回あ、パンちゃんじゃないってなる。あ、卒業したんだったって、いつももうなんか学習しないのか、なんかね、あってパンちゃんを求めてる自分がいて、私ももう亡霊です。ああパンってなります。切なくなるよね、わかる。神代さん、おめでとう、ありがとう。新地さん、ゲームギフト。風の神さん、尊い。葵さん、レインボースター。ポストさん、風の神さん、ハート、ありがとう、ありがとうございます。塩野さん、ハート。長崎県民さん、アイス。 A ちゃん、ハート、ありがとう。トシさん、アオイさん、ハート、ありがとう。いや、またそう、岡山、そうなのよ、クリスマスコンサートなんと岡山でやるんですよ。しかもこの前行かせてもらった晴れの輪で、また嬉しい。晴れの輪ってあれですよね、回転寿司が来たとこですよね晴れの輪でクリスマスコンサートやります。12月の22日曜日ですね、岡山で STU のクリスマスコンサートで、次の週の土曜日28日に、まずお昼が、一部が2期生の5周年コンサートです。で、2部に STU の大忘年会があります。でももう年末だから、なんかね、リプランとか見ててもちょうど仕事納めだから行けませんとか、ちょっともうその日は無理ですとかまあ年末はさ、やっぱ年末年始ってみんな忙しいじゃんね。しかもあの宿とか取るのも多分大変だと思うので、あの考えてる方はお早めに行動してみてください。よろしくお願いします。ハリーポッターメガネのひげおじさん、バラ、ありがとう。ノブさん、かわいい、ありがとう、ありがとう。
よしよしよしよさん、だるま、かずのしんさん、ラブレター、えいちゃん、ハートありがとう。クックさん、花束ありがとう。ありがとうございます。シェンさん、コスモス、ありがとう。そう、あ、確かにリアル忘年会、確かにね、会社の忘年会で行けませんって人もいそうよね。ここにさ、電話がある。避難しよう。年末インドにいます。え、そうなの？じゃあ来れないね、それは。気をつけて行ってきてね。インドから帰ってきたらまた会おうな。今日も切れ味するというお断りありがとうございました。すがすがしい気持ちで帰宅しました。いや、私さ、でかい声で言いすぎて反省してた。ありがとう、無事帰宅できてよかったです。昼公演の MC 池ちゃん、あ、いや、マジで面白かった。今日昼公演の MC の池が本当面白くて、池子があかりんさんになんか言ったことが全部面白くて、まあ、今日配信なかったから、配信なかったからさ、みんなさ MC とかもう超自由で、夜公演はマツケンサンバ歌ってるメンバーもいました。やっぱ配信の時って、いや、あとあのね、私の見どころはその昼公演の MC の後の履き忘れ事件とか、なんかもういろいろおもろかったです。内肌さん、コア、新一さん、だるま、ジンさん、かわいい、ありがとう。読売巨人軍さん、コスモス、ありがとう。ありがとうございます。良平さん、お断りです。ありがとう。手前の白は何？これ、充電器。充電器のコードです。ピンク。ミツさん、コスモス、高反発さん、アイス。ありがとう。ミツさん、お疲れもありがとう。お疲れ様。よしよしよしよさん、花束ありがとう。ありがとうございます。こんばんは。あ、夏好き、そう、夏好きの衣装も、もしかしたら最後かもと思っていっぱい写真撮りました。いっぱい写真撮ったよ。ポテチさん、ハートありがとう。おっさん、コスモスありがとう。カッチーさん、コスモスありがとう。今日もありがとう。こちらこそありがとう、来てくれて。気をつけて帰れたかな、無事に帰れたかな。話を聞いてると行きたかった。あ、じゃあまた今度会おう、また会おうで、また会いましょうや。忘年会の指定席は長テーブルですか？じゃあその場合さ、どうなるの？もしそういうガチ忘年会だった場合、誰がそのなんかあるじゃん、上司は奥みたいなあるじゃんか、座るとこ気まずいじゃん。なんかファンの方同士でさ、自分のなんかその、あ、自分はこういう感じの仕事です言ってさ、ランク決まるの気まずいじゃん。気まずいですよ。パスはみんなのドリンク頼む係ですか？みんな黒ウーロン茶でいいかな？アルコールはなしでいいかな？ミキヤくん、コスモス、A ちゃん、レインボースター、ありがとう。でもあれですよ、ミチュさんの卒婚の会場です。だからめちゃめちゃ大きいですね。フェニックスホールだから、みちさんの卒婚やったとこです。やばいよ、2期生でも12月末ってことは、愛子きっともう卒業してるんですよね。もう本人誕生日はいないって言ってるでしょ。だからさ、12人ってことよ。12人であの会場を埋めるって、しかも年末でみんなお忙しいところだから、うん、ドキドキです。
だってわかんない、え、いてくれるのかな、どうなんだろう、どんな感じ、わかんないんだよね、まださ最終活動日発表されてないからさ、いてくれるなら出てほしいよ。でもさ前あの卒業発表のショールームの時に言ってたよね、ももちゃん来るなら行く、ももちゃん来てくれる、ももちゃん来てくれるなら春夏秋冬とあと夢は逃げないの行くぞーってももちゃんに言ってもらいたいけど。 A ちゃん、ハト、しおりさん、コウモリありがとうございます、コスモスもありがとうございます。クリコンはミチが卒業発表してドラマになりました。そうなんだよ、去年はクリスマスコンサートの時にミチさんの卒業発表があったんですよね。そうなんだよ、でクリスマスコンサート去年はユニットごとだったの、ユニットごとのやつと PR 舞台とあったんですよね。もうあれから1年経とうとして、恐ろしい、なんかしれっと本当にフィナーレを迎えた PR 舞台でも1年前まではまだ活動してたと思ったら不思議な気持ちです。また復活しないのかな、ねえ悲しい。マポスさんお疲れありがとう、シュンお疲れありがとう、マポさんかわいいもありがとう、ありがとうございます。こんばんは、もう1年だった、早いわな、もう年末だよ。しーちさんバラありがとう、今日はねその2期生の5周年のコンサートやるよっていうのを公演で発表したんですけど、なんと私が発表させてもらいました。だから今日はずっとそわそわしてた、そわそわして始まる前になんか卒業発表とかする人ってこんな気持ちなんですかねってマネージャーさんに言った、なんか緊張しました、そわ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 、こんなね貴重な機会いただけて嬉しかった、台本見て誰が言うかかりみたいな気持ちでお先とか言って嬉しいってなりました、嬉しい。マクールさんラブレターありがとう、2期生は今13人です、愛子含め13人。ヨシカズさんコウモリありがとう、キヒロシロンって言うから、うん、よろしくね、12月28、あと22も岡山だよ、よろしくお願いします。クリスマスコンサート、いやクリスマスコンサートもドキドキですね、なんかあるかな。2年前はあの息をする心の選抜発表がありました、そこで私が初選抜だった。アルテミスさんハートありがとう、口硬いから事前に教えてくれたらよかったのに、絶対口軽いよ分かんないけど本当かな、口硬いんですか。クロさんコウマリ、 A ちゃんコウマリ、カズムシーさん、キョンシーありがとう、なんて呼ぶんだ、シラヌイさん、シラヌイさん、コバンありがとう、コバン、コアハンパツさん、コスモスありがとう、確かに4期はありえるね、オーディション発表とかね、ありえます。元日公演あるかな、どうだろうね、なさそうじゃない、だってさ28に来てもらってまた1日とかに来てもらうと思ったら、どうだろうね、今2年連続やってますよね元日公演、どうでしょうか。ナオッキーさんありがとう、ミキヤくんハート、おみかんさん推ししか勝たんありがとう、推ししか勝たん、マポスさんラブレターありがとう、トシさんハートありがとう、そう新公演、そうなのよ新公演ね、そうなんですよ、秋が終わってしまうんです、
でも11月に始まったらもう私出れない確定すぎて、もうなんか不安。それが新公演出たいけど舞台と時期が被ってるから、もうまあドキドキです。いつから始まるのか。そうなの、初日メンバーになりたいっていう目標で5年やってきたけど、それが叶うかどうかがこの秋にかかっているのです。私のこの活動の5年間がかかっているのです。ドキドキです。ズーシミさん、ハートありがとう、ありがとうございます。コロネさん、コスモス、ありがとうございます。ありがとう、こんばんは、ありがとうございます。しんいちさん、ファイト、ありがとう。神社にお願いしてきます。よろしくお願いします。よろしく、神社にお願いして。そう、もう5年です。5周年だからね。目があった気がします。目あったよ、ありがとう。 Z さん、レインボースター、ありがとう。レフトさん、ハート、ありがとう。いや、新公演についてはまだ分かりません。私もだから発表を待ちましょう、一緒に。なんかね、先月の東京公演の時は次の、あ、違う、先月だっけ、この前の東京公演の時は次の東京公演できっと発表があるはずだと思ったら、なんとびっくり、クリスマスと2期の5周年決まって、驚きでした。驚き、楽しみがまた増えました。夢入り巨人軍さん、コスモス、高反発さん、レインボースター、ミキヤくん、ハート、ありがとうございます。マポスさん、アゲ、卵豆腐さん、ネズ、キョンシュさん、アイス、ありがとう。傾斜がなかったから首が少し、え、そうだよね、なんかもう隙間とかからこうやってペンライトとかでアピールしてくださった皆さん、本当ありがとうございました。そうだよね、お尻も大丈夫だった？お尻痛くなかった？ダレンさん、ハート、ありがとう。はっちゃん、バラ、えーちゃん、ハート、ありがとう。たまご豆腐さん、コウモリ、ありがとう。マリオツーさん、ハート、ありがとう。あ、昨日も痛かった。昨日はもう沖前公園で経験した方が座布団はいるよって言ってたから、そう、どんな椅子なんだろうって思ったけど、確かにお尻痛そうだった。お尻を守れ、みんなのお尻を守る会、お尻保護委員会です。みんなの尻を守れ。ミヤティさん、花束、ノリさん、あげ、ありがとう。フェリスさん、コスモス、ありがとう。やばい、今日アイス食べてない。ヤスオリンポスさん、藤岡ネコニアさん、ハート、ありがとう。喉今んとこ大丈夫。でもお見送りでめっちゃさ、わーいつめっちゃ喋ったからさ、明日やばいかも。慢性に過ごす、今んとこなんもない、大丈夫です、大丈夫です。よしよしよしよさん、まこばやさん、アイス、ありがとう。今日の会場あんまり乾燥してなかったです、空気が。なんかね、会場によって歌ってる途中にもう喉がカピカピになる時もあるんですよ。でも今日は潤ってた、空気が、潤った空気が漂っていて大丈夫だったの。うん、本当に日によるの。1曲目からカサカサの時とかもあるけど、
後ろ向く振り付けとかでみたいな喉をってやったりするけど、今日は大丈夫でした。たかしんさん、バラありがとう。マクールさん、コスモス、たまご豆腐さん、ハートありがとう。ありがとうございます。ナオッキーさん、ハートありがとう。あ、雨だからか。確かにそうだわ、雨だからだわ。そうだよ、雨降ってた。さっきラーメン食べに行った帰りも雨降ってた。コスモス、あ、コスモスじゃない、コスモスありがとうってさっき散々言ったが、急にコスモスって言っちゃった小雨って音したのにコスモスって言っちゃった。小雨でした。うん小雨って言いたかった、言ったつもりだった。でも口から出たのはコスモスでした。もうギフトに惑わされてしまった。カズさん、お断りです。読売巨人軍さん、コスモスありがとう。台湾ジャジャさん、お断りです。ありがとう。クロさん、ジェンダイさん、持ち肌さん、マコバヤさん、コスモスありがとう。フェリスさん、ペンライトありがとう。ペンライト、これレインボーペンライトめっちゃ出てくるね、すごい大量ペンライト。高反発さん、コスモス、よしよしよしよさん、ハートギフトありがとうございます。酔いすぎて、酔っ払いですか。酔っ払い、酒は飲んでも飲まれるのだよ、気をつけるんだよ。こんばんは。昨日はね、配信終わった後、探偵ナイトスクープつけたら金太郎さんが出てて、イケちゃんってなりました。金太郎さん回だった、ナイトスクープ。金太郎さんがナイトスクープのレギュラーになりたいみたいな回だったんだけど、それを見てから寝ました。トゥントゥントゥルン、マポスさん、かわいい、ありがとう。そう、今日のエミンさん来てます。そうです、ノイコールミーです。タタタタラタラララン、タタタタラララララン、今日楽しかったな、楽しすぎました、本当に。もうよく眠れそうや、お腹もいっぱいだし、お腹もポンポコリンだし。でも明日の朝ごはんをね、ギュッとしてない、まだやばい。明日の朝ごはん食べなきゃ、食べなきゃじゃない、買わなきゃ。明日の朝ごはん食べなきゃはやばい。明日の分まで食べたらもう大変、多分脳みそが疲れてさ、自分の言いたいことと実際に口から出る言葉がもう違いすぎてやばい。マモさん、お疲れありがとう。スケオさん、アルテミスさん、コスモスありがとう。明日はそんなに早くないよ、今日が早かったかな。でも今日もそんな思ったより早かった、大丈夫でした。マモさん、コスモスもありがとう、ありがとうございます。確かにパスの生誕次第だよね、確かに、本当じゃん。え、確かに、え2期生の5周年来てくださいとか言う前に、パスの生誕はいつなんだ。本当だわ。セユッチョさん、お断りです、ありがとう。サンバさん、ペンライト。アルテミスさん、レインボースターありがとう。 BVE さん、ハートありがとう。おもろい、レジバイトで疲れてた時
お次のお客様って言おうとしたら、袋ってお客さんに向かって言ってた。私こういうの見るの大好きなんだよね。私 TikTok でもさ、なんかバイトの失敗エピソードみたいなやつとか YouTube でも見るのね。もうそういうの大好き。お客さんに向かって袋って言うのやばい。本人は笑えないけど、私こういうの大好き。なんか言い間違い、あのマックのドライブスルーでマイクに向かってこんにちはみたいな、いらっしゃいませこんにちは、マイクに向かってこんにちはって言ってしまったみたいなやつとか、そのなんか本当はこれ言わなきゃなのに忙しすぎて違うこと言っちゃったとか、なんか噛んじゃったとか聞き間違いしちゃったとか、そういうエピソード聞くの大好きなんだよね。ほんと生誕祭いつなんだろうね。でもほんと公演次第のとこあるよね。公演がいつなのかによりますね。うん、お居酒屋パスで見つけました。愛媛のとこや、愛媛県にあるやつや、いつか行ってみたいとこや。今日のお店一人がワイだけで、あとは全てカップルと女子ペアでした。あ切ない。大丈夫、強く生きていこう。一人でもいいんだよ。どうしてみんな人は一人じゃダメだと思うんだ。一人でいいんだ。いいか、強く生きていこう。しかも一人じゃない、私がいるよ。ソウルメイト、イエーイ。つしみさん、ハートありがとう。浮遊物さん、レインボースターありがとう。イエーイイエーイ。つえ、でも私は舞台の稽古期間一人だから、お化けとか怖いなって思ってるところ。お化けとか絶対いるよなって思ってるところ。だからなんか人にはなんかそうやって励ませるけど、自分のことになるとちょっと無理かも。はい、怖いです。はっちゃんアイスありがとう。アイスクリーム、ゼータン拍手ありがとう。そう今日 A あるんよ。え、昨日もあったんや。でも昨日はね、岡山だからね、デニムの絵みたいなのが飾ってあったんや。今日は何の絵だろう、何の絵ですかあれ。今鏡越しに見てる。何の絵だ、椅子、椅子の絵か。確かに絵の余白多い。贅沢、贅沢な額縁の使い方よこれ。いいね。え、こういうさ、心のゆとりを持って生きていきたいよね。ね、なんかこういっぱいいっぱいになるんじゃなくて、こういうゆとりのある心が大事だよっていうのを教えてくれる絵だと思います。こちら高級レストラン、確かに高級レストランもね、丸い真ん中になんかくぼみのとこに入ってるよね。ね、何の絵なんだろうか。ゆとりを持って生きていきましょう。好きだふわっと風が吹いた時、好きだ幻か現実なのか。アルさんハートありがとう、ありがとうございます。ポストカード、私の閉まってないよ自分のポストカード。おっさんコスモスありがとう。ゆとり世代、私ゆとり世代なんですか。そうやったの。私ゆとり世代なんですか。マジそうなの。へえ、本当？97年生まれってゆとり世代の人
ことなの？そうなの？最近のイミーさんでハマってる曲ありますか？最近じゃないけどピオニーズ大好き。あとこのままでモーメンタリー大好き。そういうなんかさ、元気系ソングも好きだけど、こう落ち着いて聴く系ソングとかをよく聴くんですよね。好きだった景色。マルヒノさん、レンズありがとう。ありがとう。コスモスもありがとう。レンズとコスモス。1987年から2004年に生まれた世代ね、結構幅広くない？87年は嘘じゃん。87年生まれってさ、パより10個上だよ。あまりにも広すぎんか？マジ？そんなゆとり世代ってそんな長いん？じゃあ今37歳の人から37から、じゃあ外側もゆとり世代じゃん。20歳までってこと？20歳の人までがゆとり？結構幅広くない？ゆとりあるねゆとり世代の期間もゆとりがある。本当ですか？本当？そんな17歳も差があるもんなの、世代って高反発さん、レインボースターありがとう。ありがとうございます。パッと同じ世代。ゆとり。教育方針。そういうことか。なんか私の時はさ、教科書がさ、内容増えるからって言って、教科書と別に資料集とさらになんか薄い、また別のなんかあったんですよ。冊子みたいなのが。もうなんか、急いで作りましたみたいなパッケージのさ、見た目のさやつがあったんよ、ね、あれは何だったんですか？そう、あの忘れ物しやすいやつ。私よく夢で見るの、成人してからの夢で見るの、その本忘れる夢を。あと体操服忘れる夢とかめっちゃ見るの、定期的に見るの。 2,3 ヶ月に1回ペースとかで見るの。なんでなんだろう。教科書、この前はノートを買い忘れる夢とか見て、その次はノート買いに行く夢も見た。なんでなんでしょうね。そう、定期的に見る。置き弁はダメだった。置き弁したらクラス全員でジャンプスクワットだよ。1、2ってみんなでやるの、連帯責任だから。帰りの会でみんなでジャンプスクワットするので、隣のクラスが早く終わってね、こうやって待ってるじゃん、帰るの待ってる人とかがこうやって覗いてきて、みんなでこうやって1、2とかやってやったりしてましたよ。でも連帯責任じゃない時もあった。あまりにもその1個につき10回なんですね。だからあまりにも多い時は廊下に出て、その置き弁とか忘れ物した人だけとこうやってやるやつもあった。そうやってました。みふねさん、コスモス、みおんさん、ハート、ありがとうございます。そう、みんなでジャンプしてた。イエイイエイイエイ。今日公式さんがポストしてた質問コーナーは、あれはファンクラブのやつと同じ、メールと同じだと思う。同じです。
同じです。この前メール来たよって言ってたやつと同じです。あと今日ね、マネージャーさんにファンクラブのブログ更新してもらうようにお願いしたので、明日ぐらいには上がるのじゃないかと思いますので、よかったら見てみてください。多分まだ上がってない、明日かな。お待ちください。またお知らせします。良平さん、レインボースターありがとう。でもファンクラブの質問はもうやばいやつ書いた人はもうあれは検閲、マネージャーさんが検閲してするから、やばいの書いた人はもうやばい人認定されて、もう今後今後も会えなくなる可能性もあります。あれはパセが見る前にちゃんとマネージャーさんがチェックしてくれてます、実は。なので、はい、もうとんでもないことを書いたらもう一生さよなら、会えません。そうなんです、気をつけてください。まあ大丈夫だと思うんですけど、そう、本当にもう金輪際会えなくなっちゃうからよろしくお願いします。はい、悲しいのですが、よろしくお願いいたします。どんな質問が来るか。あら、ミューラッチさん、赤ずきちゃんタワー来る、ありがとうございます。ありがとう。このホテル、あ、紙あった。え、何タワーですか。何タワー、ありがとう。ホテルの紙しかない。よいしょ。よいしょ。ありがとう、タワー。赤ずきん。赤ずきんさん。あ、熊ずきんなの？えいえい、ホテルのロゴ、えいえい、ありがとうございます。何タワー、え、あ、そう、違う、あの、違う、何タワーって言ってるのは、ね、どうして投げてくださったの、ありがとう、びっくりだよっていう何タワーに。ゴンシロちゃん、ネズありがとう。ネズちゃんありがとう。えいえいえい、あれ、みんなコメント来なくなっちゃったホテルの名前書いてあるから今ちぎってます。そしたら失敗しました、失敗しちゃった。ホテルの私物のノート、私物ノートじゃん。あ、昨日投げれなかったから。パコの、パコのノートにしよう。天使の日？あ、確かに10月4日天使だね。天使、天使だからくれたの？天使、天使、よいしょ。ペンは大丈夫。たまにペンにもさ、ホテル名書いてあったりして危ないんだよね。罠です。あ、運転中だったの昨日。運転お疲れ様、運転お疲れ様だよ。
こんばんは。ペンね、すごいかっこよいペン、かっこよすぎペンです。ちょっと待って、もう一回バック、カキカキカキ、あ、ボールペン、ボールペンですよ。おしゃれなボールペン。執筆活動。伊佐坂先生。伊佐坂先生。サザエさんのね。10月4日、天使はどこかいた、パン、あ、お腹が鳴る。今フルーツ食べたい気持ち。梨大好き。天使の日、背筋ピーン。あ、シャインマスカット、え、でもこの前テレビでさ、シャインマスカット値下がりみたいな、あ、値下げみたいなやってて、値下げしましたってやつやってた。シャインマスカット好き。秋のフルーツ好きよ。イチジクも好きだもん。締め切りまで18分、やばい、意外と時間なかった。カキ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 、カキカキ、ゼータン、ありがとう。いいな、シャインマスカット送られてくるのいいな。私も欲しい。シャインマスカット注文しようかな。ふるさと納税とかで。みんな推しのふるさと納税の返礼品ありますか？みんなの推しふるさと納税何ですか？何ですか？食べっ子動物のグミ、私もこの前もらったからさ、ずっと持ち歩いてる。カキ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 、あ、米、あ、米ね。ひびきさん、ハートありがとう。漢字風ってどう書くっけ。あ、待って、風、あ、ありがとう、早い。
風の中のスバル、風。色がないから寂しいわ。ミューラッチさん、タワーありがとうございました。でも色がないよ。ありがとう天使の日。いや、内弁ボソボソ。天使の日ありがとうございます。天使、ここにだって天使はいる。ありがとう。読めるかな。見えてる、見えてるかしら。えい、うん、ありがとう。ラブって言われた。ありがとう。タタンタン天使の羽。このちぎるの失敗したホテルの紙も活用しちゃおう。告知に使おう。12月22日曜日クリスマスコンサート、マーク岡山、12月28日。やばい、このペンめっちゃ字が汚くなる。このペン字が汚くなるって言ってしまいましたが、違います。昨日話したことと同じです。お酒が人をダメにするんじゃなくて、その人がもともとダメってこと。ということは、このペンがダメなんじゃなくて、私がもともとダメってこと。そういうことです。そういうことなんですね。5周年、コンサートに大忘年会。はい、じゃーん。今日告知されましたコンサート、こちらでございます。12月22日日曜日、クリスマスコンサートが開催されます。こちらは岡山県であります。あの7周年ツアーで行かせていただいた晴れの輪さんです。めちゃめちゃ広くて綺麗な会場、晴れの輪さん。そして12月28日土曜日の一部が2期生の5周年コンサート、そして2部が大忘年会です。こちらはですね、みちょさんの卒婚がありました、広島県の国際会議場、広島国際会議場のフェニックスホールです。こちらもとても大きい会場なので、皆さんよかったら、年末お忙しいと思うのですが、よかったらよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしく。あと生誕祭もいつあるかわかんないけど、よろしくお願いします。パセも生誕は11月か12月か1月か分かりませんが、忘れずによろしくお願いいたします。いつあるの、いつあるんですかね。生誕もよろしくね。年に1回、17歳になるのかな。おもろ。そうかも、10歳マイナスしたらそうかも。マポスさん、あげ、ありがとう、ありがとうございます。いつあるのか分かりません、不明です、不明でございます。そう、髪の毛短くなったんです。今日はもう三つ編みほどいたやつだから、
とボワボワしてより短く見えるんですけど、そうなのです。なっちゃんにも Q&A やって、なっちゃんが話しかけてくれて嬉しかった。だからこの髪を短くなったことちょっと落ち込んでたけど、なっちゃんが喋りかけてくれたからもう髪切れてよかったと思った。髪が短くなったっけ、なっちゃんが髪の毛見てさ話しかけてくれて嬉しくてハッピーって感じ。そう、なっちゃんは会うたびに髪が短くなってる気がします。髪短くなってるし髪色も変わってる。今日おしゃれな髪色だったよ。あとこの前ねレッスン場でサッチーも喋りかけてくれたからオッケー、マセさん髪切りましたって言ってくれた。今日もいっぱい喋りかけてくれた、嬉しい。サチコ今日サチコ吸っちゃったサチコ吸っちゃいました。サチ吸い、なんか犬とか飼ってる人って犬とか吸うじゃないですか。そういう感じでさ、サチ可愛すぎてサチのこと吸ってしまった。あ、そう、猫とか吸うやつみたいな。サチのさ、こめかみ、右こめかみ吸っちゃった。すいません、サチのスマホにその写真が収められております。サチスイスイスイ、そう、右こめかみをこの辺を、はい、多分のんびかれて今後一切口聞いてもらえない可能性もあるんですけど、まあ後悔はないです。あの職権乱用ということで無権ですみません、無権なのですが、あのこめかみを吸わせてもらいました。ケイちゃん、コスモスありがとう。きっと喜んでるよ、やばい、きっと喜んでるよっていうコメント面白い。もうあまりにもパセリ信者すぎる。バラちゃん、ハート、ウシヒロさん、コスモスありがとう。法廷が待ってる、やばい、怖っ。53分、早いよ。キングさん、コスモスありがとう。え、なんか笑ってた。でも笑うしかないよね、急に先輩にこめかみ添えられたらもう笑うしかなくない？普通にパワハラだもん、やばい。本当に謝罪会見、パセリも吸ってもらったらありやな。ありです。苦笑いなのか心からの意味か、うん、きっと苦笑い。はっちゃん、ハートありがとう。おでんの匂いせんかったね、怖いよね。私の上着今おでん臭だからな。え、もう終わるの今日。ほんとだ、54分だ。てか窓開いてんのかな、配信中ずっとさ外のざわざわ音が聞こえる。お腹鳴りました。え、今日なんかテレビあるかな、ホテル怖いからテレビつけなきゃやってられません。千穂ちゃんに嗅いでもらったら、やばい、くるくるじゃん、くるくるやん。お腹空いてきた、なんかさっぱりしたもの食べたい。トマトとか、トマトとか、梨、みかん、りんご、
シャインマスカット、パイナップル、あ、キュウリいいね。あとピノ、あ、ピノじゃないな、アイスの実とか冷凍パインとか食べたい。気持ちいい。さっきコンビニで梨やったんだよね。買えばよかった。梨離れの時に抱きついてくるリコチをよいしょって戻すパセが微笑ましかった。やっぱ見られてたから。そうなんですよ、可愛かったね、愛おしかったね。パちゃんのグミ、あ、私のおすすめのさ、あのグミ、梨味のグミさ、さっきコンビニ行ったら売り切れてました。完売してたよ。え、もう壇上タイムかな。壇上タイムですよね。え、ほんとだ。え、もう新ドラマの時期、やば、秋ドラマだって。え、もう秋ドラマの時期だそうです。恐ろしい。それじゃあ壇上呼ぼうかな。壇上呼んじゃいたいと思います。いきます。13位、陣内さん。12位、よしよしよしよさん。11位、高反発さん。10位、アルテミスさん。9位、マポスさん。8位、ゼータン。7位、カズノシンさん。6位、ヒュータくん。5位、ジェットさん。4位、エイちゃん。3位、のぶさん。2位、おみかんさん。1位、みうらっちさん。ありがとうございました。ありがとう、見てくれて。遅い時間までお付き合いありがとうございました。それでは本日はこの辺で失礼したいと思います。皆様SNS の方のチェックもよろしくお願いいたします。ミッチお断りです。読売巨人軍さん、キングさん、コスモス、ありがとう。バラちゃん、ハート、ありがとう。よしよしよしよさん、レインボースター、ありがとう。締め切ります。モーゼルさん、コスモス、ありがとう。大吉さん、かわいい、ありがとう。ありがとうございました。それじゃあおやすみなさい。お風呂頑張る。おやすみ。またね。まだ時間ある。あと2分あるよ。まだあった時間。あと2分だそうです。それでは皆さん、おやすみなさい。Good night。いい夢見てくださいね。また明日ね。またねー。